織田長松は、安土桃山時代から、江戸時代初期の大名、茶人。長松家織田家着流初代。織田信秀の十一男で、裏ョアンとこした。そのため、織田裏区祭として研究される場合も多い。千里宮に茶道を学び、里宮十明の一人にも数えられる。後には自ら茶道裏区流を創始した。また、京都県人寺の正殿院を再興し、 ここに建てた茶室序案は現在国宝に指定されている。織田信長の弟の一人であるが、信長とは年齢が十三歳離れており、前半生の自歴はあまりわかっていない。母は、信秀の側室のうちの一人と推測されるも不詳。天正二年、終わり国地田軍を与えられ、大草城を改修する。以降、信長の長男、織田信忠の旗元にあったと思われ、 公衆政抜などに従軍している。天正9年の京都大間揃えでは、信忠、信雄信兼、信孝、津田信隅の後に続いている。また、天正10年の詐欺長での順は、信忠、信雄長増信兼となっている。公衆政抜では、基礎口から鳥居峠を攻め、基礎税に助力して、鳥居峠を攻略。降伏した、不可市場の受け取り役を務める。 また森長吉、段忠正と共に、上野国に出兵し、尾端氏を降伏させている。同年の本能寺の変の際は、信忠と共に二条御所にあったが、長松自身は城を脱出し、大見国安道を経て、岐阜へ逃れたとされる。変後は、老いの信尾に仕え、県地奉行などを務める。小牧、長久手の戦いでは、信尾方として、徳川家康に助力。 蟹江城合戦では、大野城の山口重政救援、貸詞上城攻略にも参陣しており、蟹江城の滝川一正の降伏を仲介した。戦後家康と、橋場秀吉の講和に際して、摂政役を務めている。また、笹成政と秀吉の間を圧戦したとも言う。天正16年、豊臣政を歌手された。天正18年の信岡駅後は、秀吉の乙義州として、 セッツクシマゲ軍アジズツに戦国を領した。この頃、提発して、ウラクと称す。名のヨドデンとは被護者として深い関係にあり、鶴松出産の際も立ち会っている。秀吉氏を、家康と、前田利家が対立した際には、徳川邸に駆けつけ警護している。関ヶ原の戦いでは東軍に属し、長男、長江と共に総勢450の兵を率いて参戦。 貨幣ながら、小西隊、大谷隊、石田隊、浮田隊と転戦して戦闘し、一時は、本田忠勝の指揮下に入り、大戦砲機などの石田隊の横撃部隊を撃退している。また長江が、戸田重政、内清親子の首を取る。さらには、浦久自身も石田家臣の川の往来法を打ち取る、などの先行を挙げる。小田隊は、 西軍の有力武将の支給を二つ取るという活躍を見せ、戦後にその功績を認められ、裏区は大和国内で三万二千国、長江は美濃の村に一万国を与えられた。国宝茶室助安に移築されている、戦後も豊臣家に出資を続け、淀殿を補佐した。この頃県人時の新院、聖殿院を再建し、院内に茶室助安を設けた。 聖殿永原院には長松夫妻、孫、長吉美らの墓がある。また、長松夫妻、孫娘、兄、信兼らの肖像画も伝わっている。大阪冬の陣の際にも大阪城にあり、王の春ながらと共に恩賢派として、豊臣家を支える、中心的な役割を担った。一方、嫡男の頼長は強硬派であり、和平派としばしば対立している。冬の陣後、 春長と共には僕を締結させ、家康に人質を出すが、大阪夏の陣を前にして、再戦の機運が高まる中、家康、秀忠に対し、誰も、自分の下地を聞かず、もはや城内にいても、無意味と許可を得て、豊臣家から離れた。大阪大後は、京都に陰性し、茶の湯に洗練し、趣味に生きた。元年8月、4男、長政、 なおに、それぞれ一万国を分け与え、裏区本人は隠居領として一万国を手元に、残した。元那七年十二月十三日、京都で死去。去年七十五。諸長氏の長江は、関ヶ原の合戦において、父と共に東軍として参加して、先行を挙げ、一万国を与えられて大名に、取り立てられ、事実上幕府から分家を認められた。着手の頼長は、 関ヶ原の戦い後も、父と共に、豊臣秀頼に仕えた。また、父の創始した佐藤浦久流を継いだ。四つを、長政と五つを、直長は、源長元に、父が陰性した際に、浦久が、山和国内に領する三万国を分割して一万国ずつを与えられた。長政が怪獣藩、直長が柳本藩の藩祖であり、 いずれも一万国の戸様大名として明治まで続いた。なお、娯楽自身が陰居領として取った一万国は、娯楽の死と共に、江戸幕府に就校されている。ただし、上皇のこの長典が、父の医療でなく、祖父、長松の医療味絶藩を修法していたとする説も、ある。東京都千代田区の有楽町という町名は、長松の子を、娯楽に由来し、 茶人としても名を馳せた宇楽は、関ヶ原の戦いの後、徳川方に属し、月屋橋五門の周辺に屋敷を配慮し、その屋敷跡が宇楽原と呼ばれていたことから、明治時代に有楽町と名付けられたとの説があるが、文字の類似から来た属説であり、宇楽がここに住んだという記録はない。有楽町は、明治時代になって、隣の永楽町と共に成立した町名であり、 いわゆる随称である。その他、大阪府にも裏区に由来する町名が、かつて存在した。堺の宿院、東宮の南側は、江戸時代から1872年まで、有楽町という町名で、裏区から今井宗君に譲られた屋敷があった。現在も、今井屋敷屋と石文が建っている。また、大阪市西成区の玉出地区の北東部も、 1927年から1973年まで、有楽町という町名だった。西成郡、勝間村時代から、あざなとして存在しており、宇楽が居住したと言われる場所で、天下茶屋駅と聖天坂駅の中間に位置する区域には、現在も、宇楽を冠したマンション名などが点在する。ウィキメディアコモンズには、小田長マスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。